志はしかと受けたまわりました。男子国を出る時のその覚悟よしとしましょう。止めはしません。しかしいつか帰るべき華僑があります。山が清く酒馬しくに土佐にて再び酒汲む日のあらんことをお待ちしております。土佐の酒は土佐鶴です。ユニコーンや人は一生の間幸せに暮らせるという。想像空間を飛べ、両和ハウス。 So far away, doesn't anybody stay? 4つの季節をグランドツーリングするために Four Seasons Legacy ニューレガシー誕生。スバルビストロ。 Yes, あのビストロにシルバーが誕生。そして新しい顔のビストロシフォン。ビストロシェファン。2つのビストロ。ビストロシェファン。週末はスバルへ。一枝周平さんと田淵光一さんの解説。ゲストにファイターズのエース西崎投手を迎えしてお送りしております。日本シリーズ第5戦0対0で2回の裏オリックスです。ニールは第1戦第2戦川口バヒカナからタイムリーを放ちましたが、このグリーンスタジアムに帰ってきて、まあ、指定席の DH に座ってからヒットがありません。まあ、この辺りもなんとなく一番皮肉な感じがするんですけどね。 DH に入ってヒットが出なくなったという、まあ、それはね、DH ずっと慣れてるわけですから、だけどやはり緊張感のあるゲームで、その、まあ、攻守両方ね、はい、やる方がよりなんていうかな、もうここだったら打つしかもうね、はい、結果を出せないわけだから、守ってれば多少こうピッチャーに声かけるとか、はい、まあ、それは声かけないでしょう、ね、さて、このニールが2年目いわゆる大化けしたわけなんですが、西崎さん、はい、ニールどこが変わったんでしょうね、去年と今年と。そんなに変わってないと思うんですけどね。変わってない、はい。まあ、西崎さんは抑えてらっしゃいますけどね、ニールは。あ、結構西崎さん穴は多いタイプのバッターですか。多いですね、はい。見逃しの三振。赤木さん、三塁側ですが、はい、石川さんどうぞ。今日はジャイアンツ主戦捕手の村田新一に代わって杉山がマスクなんですがね、はい、村田は痛めておりました右手の親指のさらに甲の部分を、はい、昨日ボール当てまして痛みまして、腫れが激しいんでホテルでテレビ観戦なんですよね。そうですか。長嶋監督も村田がいいリードをしているだけにちょっと痛いんですよ、その分先発に頑張ってもらわなければと。その先発の村田ではありませんで斉藤なんですけどもね、はい、堀内ピッチングコーチが先ほど出てきまして、いや今日の斉藤はブルペンでもいいよ、ガルベスはブルペンとマウンドは全然違うんだけども、うん、斉藤ぐらいになるとその結果をきちんと出してくれるんで、はい、今日はいいピッチングをしてくれると思うと、何よりも斉藤にとって今日は今年最後の先発だからなと、はい、そう言っておりましてね、さらにあの沢村賞を取った直後のマウンドだけに、今日は大いに期待しているんだと、はい、ただそうは言っても中4日だから完投はどうかなと、ですから昨日休んでおりましたレフティーズの2人、はい、この2人を川口それからコーンですね、2人はもうかなり早い時点から用意しなければいけないなと、こういうことも言っております、はい、でオリックスの打線につきましてはですね、データ通りであると、データ通りきっちり攻めればちゃんと抑えられる、ただちょっとそれがコントロール甘くなると、はい、きっちり打たれるなと、このように言ってますね。三塁側のジャイアンツ情報は TBS の石川アナウンサーです。今話に出ました斉藤は5日前は114球投げています。しかしまさにジャイアンツの大黒柱、レギュラーシーズン今シーズンも16勝を挙げて、まあ、ガルベス並んで最多勝投手です。ちょうど移動日、第2戦と第3戦の移動日月曜日に沢村賞の発表がありました斉藤です。ただ日本シリーズはまだ1勝しかこの斉藤はしておりません。一方のこの藤井なんですが、池田さん、はい、7打数ノーヒットなんですね、このシリーズ。そうですね、僕はね、オリックス側からまあ、ヒーローが出ると、はい、なればこの藤井だと思いましたよね。当たりは痛烈、
塁へ、三塁へ、松井からの返球、スリーベース、選手会長藤井、日本シリーズ初安打、スリーベースになりました。ワンアウト三塁、松井も懸命に取りに行きました。まあ、今日の斉藤はブルペンからいいというリポートも届いたんですが、今のバッティングです。松井の動きです。今の一田さん、松井のプレー、まあ、三塁打になりましたがどうなんでしょうか。まあ、取ってほしいですね。取ってほしい。ちょっと、はい、今スタート移りましたけれども、はい、コース間違いですよね。あ、追うコースが違ったわけですか。あの打球の伸びということを考えれば、もう少しあのフェンス側に早く走らんといけませんもんね。まあ、東京ドームではかなりこの石田さんね、激しい、まあ、守備といいますか、前にダッシュしてボールを取るというシーンもあったんですけどね。まあ、確かに、まあ、はい、よく伸びましたんでね、その追いつけると思ったとこからのジャンプなんかはもう足まったという感じですもんね。もちろん内野前に来ています。オリックス先制のチャンス、バッターは勝負強い DJ です。中嶋監督は今日は練習中に3連敗4連勝、それはもう今から言うのは虫が良すぎるという話をしてましたが、ワンアウト3塁、DJ はこのシリーズは6打数1安打1打点、おとといの第3戦でタイムリーを放っています。斉藤は初戦は対戦は1回だけフォアボールでした。まあ、今のスリーベースの、まあ、田淵さん、斉藤に与える心理的な影響ですよね。そうですね、まあ、7-0 ということでちょっと息を抜いたところもあるんですけどね。ただ今日のバッティング練習を巨人のバッテリーが見てたら、はい、要注意のバッターではありましたね、藤井選手が。まあ、それと外国人選手ニール DJ が良くなったっていうのは、私はやっぱりね、ストライクゾーンが2年目にしてよく分かったということと、それとやっぱり相手方のピッチャーの攻め方っていうものをきっちりね、把握したと思うんですよね。ランナー3塁に背負っています斉藤、際どいところです。斉藤も杉山も3年層、はい、今のねボールちょっと思い出すんですけど、はい、あの第何戦かのフォアボール、フォアボールまた大きいフォアボールでしたけどね、なんかこのシリーズ1戦2戦3戦5戦といいますとね、なんかフォアボールが絡むね試合が多いんですよね、大事なところで、はい、そういえば第1戦もワンアウト2塁8回で DJ フォアボールありましてね、1塁2塁になってその後オリックスがひっくり返すシーンがありました。これはポールの右です。まあ、西崎さんは先ほどもご紹介しましたが、オリックスの両角外国人選手にはしっかりという、ね、数字も残っているんですが、ニールと DJ の違いというのはいかがですか。そうです、まあ、ニールはあの一発やってきたらおかしいんですけど、ホームラン狙いなんでね、あの穴がその分大きいんですけども、はい、DJ はあのローボールヒッターなんでね、あのとりあえずあのコントロールミスさえしなければ大丈夫っていうバッターなんで、斉藤が打ち取りました。松井がちょっと今ため息ふっとねついたシーンが映りましたが、松井はちょっとホッとしたでしょう。最後のボールです。西崎さん、ちょっとシュートしてますか。そうですね、シュート回転してますね、今の。あの辺りは DJ は弱いところなんですか。あれから少し内に入ると強いですけども、はい、ナイスコントロールで DJ を打ち取りました。斉藤正樹、ツーアウト三塁、内野は下がります。さてオリックスサイドは、まあ、大島のバッティングも注目されてますが、この小川も一田さん、全試合ヒット放ってるんですね。あ、そうですね、特にあの一昨日ですか、ガルベスから打った
ツーベースね、インサイドのボールでしたけどね。そうですね、インサイド、この人は小さいですけどね、はい、小さくって長く持ってますが強いんですよね。あの時こうしつこすぎましたね、インコースインコースっていう、ね、続けましたね、おとといのゲームは。特に1球目、はい、インコース構えてサードゴーファールゴロ打ったところでもやめとかないかんかったですよね。これはファールボールです。だけど今日は、村田と変わって杉山ですからね、はい、まあ、長嶋監督も言ったんですけど、主導権はこれ斉藤が持ってるわけですよ、はい、ですから私ずっとこの1回から見てますけど、首振ったの1球もないんですね。おーほーほー。ということはテンポよく、はい、あの杉山との、うん、バッテリーの呼吸がうまくいってるなという感じがしますけど、はい、今のボール見ても逆球が来てるんでちょっと心配なところもありますけどね、はい、あ、首振りましたね。あ、今振りましたけどね、はい、初めて振りました斉藤です。ランナー3塁に背負っています。だけど小川というバッターは追い込まれてもしぶといですからね、あの外角のスライダーでも、はい、あの片手でセンター前に持っていくだけの技術は持ってますから、はい、だからここはもうやっぱりインサイド高めあたりもう1球遊んでもいいんじゃないですかね。まあ、今日のゲストファイターズ西崎投手は今シーズン小川選手は6打数ノーヒット三振3という数字が残っています。レフトへ井上守備範囲、斉藤がしのぎました。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。人間のことよくわかってる乗り物を作りたかった。しかも100万円以下で。ヒューマンサイジング、ホンダロゴ誕生。おじゃるがしゃやでしゅわな。世界を走る車だから世界基準の安全を、それがシビックのメッセージ。ホンダプリモから。 JAL エグゼクティブクラスシーズンズ誕生。豊かな時間を過ごしていただけるよう JAL はエグゼクティブクラスを新しくします。空の時間を新しく。ブラボジャル。Think about it. We all have a face that we hide away forever. 街にも山や谷がある。Honda, Cow, I get it. ニューカラーもラインナップ。CRV。ホンダプリモベルノから。Integra no Tegra. Honda. Honda Berno.連日3万3000人を超える有料入場者が入っておりますグリーンスタジアム神戸です。0対0でゲームは3回の表、ジャイアンツは8番の杉山から。レフトは田口。杉山初球攻撃、レフトフライに倒れました。しかし2回の裏の斉藤なんですが、田口さん、はい、まあ、さすがですね、ワンナウスタンディから。そうですね、特に DJ のね、2、3からのボールね、まあ、小川のボールもちょっと危ないところありましたけど、やはりきちっとしたコースに掘ればね、はい、いくらライナーでも正面に飛びますからね、だから今日の斉藤見てもそんなに危ないコントロールミスは、はい、もう第一戦と同じようにありませんのでね、はい、おそらく田口さん、松井選手がほっとしたでしょうね。はい、そりゃそうでしょう。だけど今あの巨人ベンチがもう3回からもうエンジン組みましたね。やっぱりその狙っていくボールがねちょっとまだ定まってないですからね、巨人打線が。はい、思い切ってカーブを引っ張りました元木です。まあ、今日は1番から8番まで打ち寄ったわけなんですが、田淵さんからあの西選手がまっすぐ絞っていたという話が ねありましたね。やっぱり一発のないバッターに関してはやはりインサイドのまっすぐを多く攻めて、はい、ないバッターにはやはり、うん、チェンジアップといいますかね、はい、そういうものを多く持ってきますからね。センター一郎です。もう一伸び、
昨日シリーズ初安打が出た本木ですが、もう一人足りませんでした。田淵さん、あるいはって感じもしたんですが、今のバッティングがやっぱりちょっとね、本木選手は今年はちょっと今回当たってませんからね、最後の手首をぐっと返すところによちょっと弱かったですけどね。あ、そうなんですか。だけど今日はね、風がほとんどありませんからね、まあ、両軍ともね、同じ条件でこれ焼き合ってますからね、おととい風がありませんでした。昨日はレフトからライト、今日は今のところ風が止まっています。グリーンスタジアムです。まあ、今一同がキャッチしましたので、スタンドが大いに沸いたところです。だけど浅木さん、今日のゲームもなんか得点がホームランで始まるような気がしますね。そうですか。そのホームランということになりますと、このシリーズはジャイアンツ4本、そしてブルーウェーブはあの一郎の決勝ホームラン1本だけです。さて今日はゲストにファイターズの西崎投手をお迎えしておりますが、西崎さん、星野投手はどうですか。立ち上がり3イニング目ですが、本来のピッチングじゃないでしょうかね。本来の、結構あのスローカーブをたくさん使ってるんでね、確か第一戦は立ち上がりまっすぐ多かったですね。そうですね、あのスローカーブっていうのはなかったんでね、緩急の差で投げるピッチャーなんで、それが自分のピッチングができていなかったんじゃないかなと思います。中4日です。5日前は星野が75球です。まあ、シーズン中は中4日はまずないわけなんですが、5日前に75球、このあたりは西崎さんどうお考えになります。いや、あのこのシリーズに関してはね、もう関係なしに投げると思いますけどもね、この緩いカーブが星野の特徴です。先ほどまっすぐを三塁線破るツーベース放っている西です。ジャイアンツの元気者。ストレート、いやフォークボールか。先制ホームラン、西このシリーズ2本目。星野ツーアウトから琉球西に打たれました。試合を込めてダイヤモンドを回ります。長嶋監督はまだ表情は変わらない。ジャイアンツが先制点です。いやー、田淵さん、西選手やりましたね。やっぱりね、ホームランで始まりましたけどね、当たりました。田淵さんの予言が、やっぱりこれ、ホームランバッターでしたらこれ、フォーク持ってると思うんですよね、やっぱり軽打のバッターに対しては追い込んだら、インサイドにまっすぐ逆の逆をついたね、ボールが来ましたけど、だけどこの1番西っていうのは4番バッターみたいなスイングしますからね、どちらかというとね、1番らしからのスイングしますんでね、もうドンピシャできましたけどね。今田淵さん、まっすぐ、まっすぐでしょ、ねえ、スピードメーター見ますと117と出ましたんで、あらと思ったんですが、まあ挟んではいませんでしたよね、チェンジアップ気味のボールですけど、ストレートには見えましたけどね、西が均衡を破りました。しかしまあなんとなく両チームランナー出しながら点が入らない 1,2 回だったんですが、ホームランの点が入りました。内田さん、この先制点の持つ意味合いですね、どうお考えになりますか。やはりこうボールの質ですか、投げてるボールの質、斉藤の5球という感じと、まあ、南東型の星野がさっき与えてしまったっていうのは、オリックスちょっときつくなってきたかなっていうかね、もうあと巨人がこれ 1,2 回の間に1点でも、入れて2点となってくると相当重い2点になりそうな気がしますけどね、まあ、それはましてツーアウトですからね、体の小さい西に対してインコース寄りさえ行かなければ、まあ、めったにホームランになることなかったという感じがするんで、打たれてから非常に悔いの残るホームランじゃなかったかなと思いますね。その後川井にボール3になりました。まあ、そのあたり西田さん、ツーアウトランナーなしのホームランというのはピッチャーどうなんでしょうね。あのがっくりしますけどもね、でも次のバッターはやっぱりきっちり抑えておかないといけないところですね。まあ、そのあたりの切り替えは大ベテラン星野です。あっとフォアボール、フォアボールはこの試合初めてです。ちょっと西崎さん、ホームラン引きずってますかね。いや、引きずってないと思うんですけどね。さあランナーを置いて松井、今日2打席目、先ほどはフォークボールに三振でした。松井はこれでシリーズ対星野は4打数1安打3三振ということになります。
赤木さんね、はい、松井の右足ステップする右足をよく見ててもらいたいんですけどね、はい、イチローと違うのはね、あのつま先が早く開いちゃうんですよ。開くと膝も開くし腰も肩も全部開くから、はい、アウトコースの球がものすごく遠く感じるね。イチローの場合はあそこがぐっと溜まって回転で打つバッターですから、はい、多少詰まっても外野の前に持ってくるだけのパワーが出てくるわけですけどね、はい、だから松井君がいい時っていうのは本当に引き出しが少なく呼び込んで叩くっていうのが彼の本当のバッティングですけどね、はい、まあ、レギュラーシーズンでは左ピッチャーも非常に高いアベレージを残しています。レギュラーシーズンは松井は左ピッチャー3割3分3厘、右ピッチャーが3割飛んで5厘です。そうですね、今年も左から9本打ってますね、はい、ホームランも9本打っています。昨年課題だった大学の流れるカーブに対して、はい、選球眼も良くなりましたしね、空振りとファールボール、松井を追い込まれました。ランナースタート、セーフです、セーフ。臨時への送球、高い送球、小川タッチに行きましたがセーフ、ツーアウト2塁。河合がなんとかこう助かったというシーンですが、石田さん、はい、しっかりこうオリックスは殺しとかって、それは殺さないといけませんよね、まあ、2アウト2発進ということで、ね、はい、まあ、もう一度河合から回ってもいい、まあ、それは盗塁成功すれば余計儲けものという感じですけれどもね、それでまあ大山かけていったんですが、はい、それを殺せないっていうのはね、まして相手のピッチャー斉藤ということを考えれば余計ですよね。まあ、昨日も石田さん、細かい、まあ、ミス、それからエラー、振り出すんですが、ですね、ありましたけどね、3つありましたね、ランナーが2塁へ進みました。赤田は外に構えています。緩いカーブ、スリーアウト。しかしこの回ジャイアンツルーキー西先制ホームラン、待望の先制点が入りました。ここまではホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。